俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、今日ですね、ワンパンマンコラボの、ちょっと陣営ボーナスみたいな、あるじゃないですか。この間までですね、栄光勲章の方がゲットできた、こちらのイベントなんですが、こちらの方の報酬が増えていて、結構皆さんが気になっている要素、これがございましたので、それを早速ね、解説していきつつ、検証しようかなと、はい、いうふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれども、今回ですね、その陣営ボーナス、まだワンパンマン陣営だけなんですけれども、こちらの方ですね、一回ちょっとこれ埼玉の方を押していきますね。埼玉の方をこれ応援していって、ブッシュゲットの方を押すと、一番右のラッキー抽選券ってやつがアクティブになるようになったんですよね。はい。こちらの方の報酬をですね、なんとゲットできるようになりました。ちなみにこの報酬に関しましても、レベル5制限はあるんですけれども、同端末制限はありません。はい。ですので、僕が前回ですね、今日の朝に紹介した方法、あれを使うことによって、その制限というのを解除できますので、そちらの動画の方を参考にされてください。キャラクターのレベルを普通に5まで上げれば OK と。で、5まで上げたキャラクターは、保管しておくことによって、で、また違うですね、イベントの時に活用できますので、保存するといいと思います。必ずですね、こうやってレベル5を活用するようなイベントってのは、毎度来ますんで、そこで使っていけばいいのかなと、はい、いうふうに思います。で、ここで普通に、こうやってね、報酬をゲットできます。もちろんこうやってね、栄光勲章とかもゲットできるわけなんですが、その中でこのラッキー抽選券っていうのも開けることができるんですよ。はい。開けるとこうやって、スクラッチみたいなのが出ます。はい。で、このスクラッチの方なんですけれども、そのコアコードのロゴがたまに出るんですよね。はい。で、ロゴが3つ、全部出るとですね、一番左のワンパンマン限定自由選択パックってのがもらえるんですよね。はい。もらうと、その中身っていうのが、いろいろあって、おそらくなんかワンパンマンの限定アイテム、限定スキンみたいなのが、その確定で金枠で入ってるみたいな、そんな感じかなというふうに思いますね。はい。こっちがほぼオレンジ枠入っていて、ワンパンマンコラボのオレンジ枠とかも入ってますんで、ほぼほぼそんな感じなんかなっていうふうには思います。でもこのスクラッチパックさ、当たる確率 0.001% なんやけど、ね、渋すぎんか、さすがに 0.001% は。なんですけれど、今回はそんなですね、スクラッチの方、実際その当たるのか当たらないのかっていうのを、中身の方をちょっと検証していこうかなと思います。まずですね、とりあえず一つ目から開けていきますね。もうね、これロゴがね、一個目から出なかった時点で、終わりなんですよね。はい。こうやって、いろいろアイテムが出てきますんで、もらえると。そしてこうやってね、ロゴも出てくるってわけですね。ロゴはこれね、ほぼほぼ確定で一回は出るんで、はい。出ても出なくても同じっていうね、三回出なかったらほぼほぼ意味ないんで、とりあえず、こうやってね、アイテムの方も受け取りましょう。一応これね、中身の方に、オレンジ枠のアイテムだったりとか、一応オレンジ枠の車両ぐらいだったら入っておりますので、回して損はないのかなと。はい。無料要素としては馬鹿にできませんし、オレンジ枠の車両とかも言うて 0.2% ありますから、ポン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 当たるんじゃないかなっていうふうに思いますね。車両持たれていない方は、これを機にですね、レベル5キャラ使って回していくといいと思います。というわけで、いろんなキャラでこちらの方で回していこうかなと思います。あと、ちなみにですね、ついでにちょっと、こちらのね、栄光勲章の方もね、2つもらえましたんで、そちらの方も、一応こうやって聞いていきましょう。はい。今日あれなんだ、タピオカなんだね、ピックアップが。タピオカは、いらんだよね。
出れんかったっすね。まあこれなんかさ、あれなんですよね。めくるやつこれあるじゃないですか。めくるやつって別にその、なんて言いましょうか。何枚これめくってもこれ変わらんすからですね。あ、もう見れませんけれど。ね。まあ1枚めくれようが、2枚めくれようが関係なくて、当たる確率は 0.001% なんで、まあ、そこ騙されないように。まあ、あれね、ほんと、演出で賭博みたいな感じの賭博要素を作ってるだけなんで、あれで中毒になってからハマっちゃうみたいな。まあ、そんな感じですから。まあ、そこら辺はまあ、ね、皆さん気をつけてっていう。そんな感じです。いや、もうほんと、3枚めくれないんだったら、1、2枚めくれるより、まあ、めくれずにですね、他のアイテムゲットした方がマシですからね。まあ、続きはライブの方でも頑張りたいかなと思います。それでは。